皆さんこんばんは。はじめまして、シンガーソングライターの大東まみーと言います。これから50分くらい歌うので、もしよかったらちょっと聞いていてください。よろしくお願いします。約束なんかいない。
傷ついて嫌いになれたらって願うよ吹け新しい朝が来るたびにまた会いたくなって繰り返し何時詰めの原稿用紙も何枚用意すれば E の文学賞狙えるぐらいドラマティックな苦悩こんな夜は嫌いだあなたは知らない飛び切り泣き虫なヒロイン行くが滲んで朝が来るまでまだ明かさないでこの恋のラストせめて今夜夢で視線だって意味深くて孤独が濃くなる真夜中はネガティブな思考で酔いしれて気づけば外はもう明るくてあなたに会えればまいか ありがとう。皆さん足を止めて聞いてくださってありがとうございます。シンガーソングライターの大東まみと言います。こんばんは。すごい変な感じ。ゴジラの目の前で立ってる変な感じ。1月だしずっと大阪に住んでて今年の1月に上京してきて、でも東横っていうところがあるってSNS でずっと見て知ってて、
上京して1ヶ月も経たないうちになんか社会見学くらいの気持ちでここを見に来たことがあって、まさか半年後ここで歌ってると思ってなかった。すごいワクワクしてます。聞いてくださってありがとうございます。おさがりという曲を聴いてください。風邪ひいちゃうでしょって髪を乾かしてくれる慣れた手つきに私嫌になる。君のことなら全部知りたいって思っているけれど君の趣味じゃないレザーのキーケース今もまだ使っているのはどうしてねえ今一体してるの誰かのうさがりなの使い回しのセリフならいらない優しいキス
普段はオリジナル曲だけを歌って活動してるんですけど、今日はなんか外で歌えるということで、なんか新しい出会いがたくさんあればいいなと思ってカバー曲を1曲練習してきました。優しい。人の曲を歌うのはね、とっても緊張します。強くなったね、急に。私が譜面台を置いたら怖い。じゃあ歌ってみようかな。譜面台倒れたらどうしよう。よし、歌詞がとても可愛くて好きで選びました。エメの片思い聞いてください。例えば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない。それでも頷きながら一緒に歌ってくれるかな。割れんばかりの拍手も響き渡る。歓声もいらない。君だけ分かってよ、分かってよ。幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの。山も谷も全部フルコースで気が利くような言葉はいらない。素晴らしい特別もいらない。ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかだ。好きだよ、分かってよ、分かってよ。ねえ、だり夢が叶ったの。お似合いの言葉が見つからないよ。だり夢が叶ったの。愛が溢れてゆく。それでもいいから僕より先にどこか遠くに旅立つことは絶対許さないから。生まれ変わったとしても出会い方が最悪でもまた僕は君に恋するんだよ。僕の心は君にいつも片思い。好きだよ、分かってよ、分かってよ。だり夢
足を止めてくださった皆さん、そのままよかったらこの夏書いた新曲を聴いていってください。ワッフルコーンという曲です。聴いてください。
わあ、すごいたくさんの方に聞いていただけてとても嬉しいです。足を止めて聞いてくださって本当にありがとうございます。こんなでっかい画面に映ったのは初めてですね。嬉しい。最初からいてくれてた方はさっきも話したんですが、今年の1月に大阪から私は上京してきて、もちろん音楽やるために上京してきて何にも何のつてもなかったけど、なんか今東京に行かなかったら、でそのまま音楽やめたら一生後悔するんやろうなと思って、ほんまに軽い気持ちで東京に行こうって出てきて、東京に来る準備をする中で、私はなんで歌ってるんやったっけとか、これから東京に出てってまでなんで歌うんやろうって考える時間がすごく増えて、その一つの答えとして書いた曲を歌います。聴いてください。歌う。いい曲だねって言ってくれた友達の言葉真に受けて、初めて歌ったライブハウス17の春、あれから7年才能か努力か運か覚悟か、足りないものばかり数えている
ありがとう。すごい数やね。さっきのは大阪から上京する前に書いた曲なんですけど、次歌うのは東京に来てワンルームの部屋で最初つけてた日記から書いた曲を歌います。続いてる目
1曲だけ歌うのでもうちょっとだけ聴いていってほしいです。私大東まみと言います。大きい東にひらがなでまみと書いて、やばい出てない
大きい東大東、ひらがなでマミーです。大東マミーでいろんなあの SNS をやっています。今動画もたくさん載せているので、もしよかったらフォローしてもらえたら嬉しいです。それから12月の1日日曜日に渋谷でワンマンライブが決定しております。ありがとうあの今日はアコギ弾き語りなんですが、その日はバンドでやります。今日初めて見てチケットを買うのはハードルが高いと思うんですが、チケット持ってきてるので、もしよかったらあそこで販売するので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。それからもう一つ、リリース、デジタル配信リリースが決まっています。11月に出す予定なので、それもぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。今日は本当に楽しい時間をありがとうございました。大東まみでした。ありがとう、楽しかった。最後に、11月に配信でリリースする曲を歌って終わりにしたいと思います。ほんまにありがとう、みんなありがとうございました。大東まみでした。クラゲという曲です。聴いてください。電車の隅に忘れられてるビニール傘が私みたいで泣けてきた。もう嫌いになれたはずだったのに、電話一つでまた会いに行ってしまうの。近づくほど苦しくなるクラゲ、どれだけ愛してても触れられない。定めならば行き場のない想いを毒になって君を壊してしまう。しい君は仕方ないなと、私の隣に来て小さな傘に二人